あのファンタスティックスっていうのは、まず青年、19歳の青年、マット、僕ですね、僕が演じるマットという青年と、16歳の、神田沙也加さんが演じる16歳のルイザという、少女が幼馴染で育っていくんですが、まあ思春期になって、ルイザとマットがですね、もう自分たちがロミオとジュリエットかなと思うぐらい、恋に落ちて、そしてそれを反対するそれぞれのお父さんたちが、出てきます。その壁を壊そうと一生懸命若者たちが、試行錯誤するんですが、実はそのお父さんたち の, その仕掛けた罠とか、壁というのがですね、わざとお父さんたちが、やっている、ことでして、その作戦が途中からですね、加賀武史さん演じるエルガヨが登場することによって歯車が狂ってくるんですね。みんなこんなはずじゃなかったっていう、結末になっていきそうになるんですが、果たしてどうなっていくのかという、ストーリーになっています。舞台の上にもお客様が、座るステージシートというのがありまして、シーンによってもその客席と客席の間を僕が走っていったり、たくさん演出がありますので、その座るところによってステージシートだったりその客席にしても全然見えるものが違うと思うんですね。360度今回お客さんがいらっしゃるので、どこに座っても面白いし、多分その席でしか見えないこととかもたくさんあるので、まあ一人30回ぐらい来ていただけるとなんだろう、その青年マットにしてもこのファンタスティックスにしても本当にありのままというか、なんか極端な話じゃないんですよね。そのどこにでもあるような話だし、マットっていうのはどこにでもいるような人、どなたにでも当てはまるし、そして普遍的なその愛だったり、まあ、チャレンジすることであったり自分にとっての壁だったりいろいろあると思うんですけど、もうここがもうとにかくよくできていると。本当にこのファンタスティックスは50年前に出来上がって、ずっともう世界一のロングラン公演の記録を持ってますからね。きっと、まあ、今回のこのファンタスティックスでこのファンタスティックスの良さを皆さんにお届けできたらなと思います。アモン版ミュージカルファンタスティックス、東京そして大阪で、公演いたします。キャストは8人しかいないんですけど、本当にこの作品はキャストとそしてお客さんが一緒になって作っていくミュージカルなので、まだ顔合わせがねまだしてませんね、皆さんと。なので劇場で本当に皆さんと生でお会いして初めてこの作品を一緒に作っていくという段階を、一緒に楽しめたらなと思います。ぜひ会場にいらしてください。